パリゴリン第11日、体操男子、5日、ベルシーアリーナ。種目別平行棒の決勝が行われ、団体個人総合に勘で初出場の20歳、岡慎之介、特集会、が15、300点をマークし、銅メダルを獲得した。日本のメダル数としては夏冬合わせて通算600個目。同種目の日本勢は、2004年アテネゴリン。 富田博之氏の銀メダル以来、20年ぶりとなった。1大会で3つのメダル獲得は体操界では21年東京五輪の橋本大輝、セントラルスポーツ、以来。数慶遠中国、が脅威の16、200点をマークし金メダル。谷川渡るセントラルスポーツ、は14、133点で6位だった。写真、平行棒で華麗な演技のお岡の之け 他の美しい平行棒だった。団体予選、決勝、個人決勝ともミスがなかった流れをそのままに、この日の種目別決勝にもつなげた。関門だった E 難度の、幕打つも足先までピンと伸び、しっかりと決めた。着地もピタリと決め十も、300点だった。数軽遠が抜けているとはいえ、銀メダルは狙えた。ただ想定外だったのは、銀メダルを獲得したイリアコトフン。 ウクライナ。予選では6位と3位の丘より下位で通過した。しかし、予選で難度を表す D スコアが6、7点だったのを7、0点に上げた。丘は D スコアが6、5点のまま、その時点で0、5点の差がついていた。しかし、次世代を担う日本の宝から丘の勢いは止まらなかった。今春には腰に違和感を抱えてきたが、 本番までに不安要素は払拭。五輪でついに本領発揮した。団体決勝では、自ら任された種目で大きなミスなく演技を完遂。3、267点差で迎えた最後の鉄棒は、中国に大きなミスが出て、一気にチャンスが巡ってきた。日本も失敗すれば、金が遠ざかる金箔の中、岡は2番手で14、433点と確実につないだ。 21年東京五輪に関の橋本も、なんで初代表はこんなに強いんだ。やべえなって思った。初舞台も堂々の演技を見せた。絶好調のまま迎えた個人総合決勝では、橋本都庁、中国、世界王者の一騎打ちが予想されたが、両者にミスが出る波乱の展開。そこでも丘は、緊張を噛みしめながら楽しんでと左右されなかった。床運動から着地を止め、 好発信、笑顔が絶えない、まさに心から楽しんでいるようだった。出来栄えを示す E スコアは、釣り輪を除く5種目で発展後半台。日本の伝統、美しい体操で世界を驚かせた。名前の由来は、スーパースターになってほしいとプロ野球、巨人の安倍晋之助監督から。自身が野球経験者で名付けた父康政さんは、個人総合を制した後、 五輪で輝く息子に冠類。僕の中でのスーパースターは息子ですねと誇った。自慢の息子は再び五輪でメダルを手にした。